ようございます。それではよろしくございますが、最初に本市の新型コロナウイルス感染症の現状につきまして一言申し上げたいと思います。本市における新規、陽性患者の発生状況はご案内の通り、6月2日からの約1ヶ月間1桁台であります。ゼロの日もあるなど、いわゆる第2波につきましては抑え込むことができたと考えております。これも医療福祉関係の皆様をはじめ、市民の皆様方のご理解とご協力の賜物でありまして、深く感謝を申し上げたいと思います。ただこれで、コロナウイルスがなくなったわけではありませんので、引き続き感染の再拡大を防ぐための努力が求められております。また何といってもこの新型コロナウイルスとの戦いにおきまして、医療提供体制また検査体制の充実というのは極めて重要な課題でありまして、こうした感染症拡大の防止、そして医療提供体制などの維持確保に努めると同時に、社会経済活動のレベルを徐々に引き上げていく、これが本市のこれからの目標であります。そして一日でも早くかつての平穏な日常が戻るように、市民の皆様と一丸となって取り組んでまいりたいと考えております。市民の皆様方にはそうした意味で、社会経済活動の段階的再開に向けまして、失われていたさまざまな活動を取り戻すべく、ご一緒に頑張っていきたいと思いますが、加えまして、今まで通り、5つの行動目標、毎日の日々の、注意、行動によりまして、大変感染リスクは下がるわけでありますので、そうした感染防止対策、感染リスクを抑えるためのですね、5つの行動目標の徹底に向けて努力をしていきたいと考えております。続きまして、今日は一つの発表案件でありますが、今新しい生活様式に沿って、いろんな取り組みが求められておるわけでありますが、市内には約4900の飲食店があります。この市内の飲食店の皆様の行っている、感染防止対策を積極的に PR をしていきたい、そして市民が安心して飲食を楽しんでいただける環境づくりを進めていきたい、このように考えております。そこで感染防止対策に取り組んでおられる飲食店の皆様にご登録をいただきまして、それを新型コロナ感染防止対策取り組み推進店ということで、これが結果としてございますけれども、こういう形で、取り組み推進店、というもので、貼っていただきましてですね、市民の皆様に安心してお店に飲食を楽しんでいただけるように、こういう事業を進めたいと考えております。これが掲示用カードの見本であります。店舗に貼り出せるというそういう仕組みをこれから進めてまいります。4900ほど飲食店は市内にありますが、その半数程度の方には登録をいただけることを期待をしております。さて、7月6日から専用サイトを開設いたします。飲食店の皆様がサイト内で必要項目を入力をしていただきまして、感染防止対策の項目にチェックを入れていただきます。そして取り組み推進店の掲示用カードをダウンロードすることができるものであります。ダウンロードした掲示用のカードを店舗に貼り出していただいて、市民の皆様に感染防止の取り組みを分かりやすくお伝えをいただくわけであります。
安心して飲食を楽しんでいただける店の環境づくりに大いに役立ててほしいのであります。この他にも7月1日からは北九エールプロジェクト夏に行く券がスタートしております。また宿泊モニターキャンペーンもスタートしておりまして好評であります。本市では社会経済活動の再開に向けた取り組みをこうやって加速をしていきたいと考えております。また先ほどのこの飲食店の登録カードがありますけれども、ネット環境がない方もいらっしゃると思います。チェックシートを手書きでご記入いただいて市役所に送付いただきますと、後日市で掲示用カードを作成してお届けをしたいと考えております。それではご質問を伺います。市の共同出身者です。今の先ほど4900ほど飲食店がありますが、そのうち半数程度には登録してもらいたいということでしたけれども、その半数程度というのは全部でなくそのぐらい見込んでいるというのは何かそのぐらいしかしてもらえないかなというようなそんなこう立場になんでしょうか。まあ、店舗ごとにいろんな個別の事情があると思いますけれども、消費マインドは相当全国的にまた本市においても冷え込んでおります。いわゆる第二波的な動きもありましたので、北九州市内におきまして、街へ出て行って例えば食事をしようというそういうマインドは低いだろうと思います。個別の、店舗におきましてもいろんな努力をしておりますけれども、何かのこうしたきっかけによりましてですね、我が店舗は万全の体制を取っているからぜひ安心して来てくださいと、そういうそのムードをですね、みんなで盛り上げていきたいわけであります。事前に商工会議所の皆さんと相談をしておりまして、これは商工会議所と北九州市の、まあ、言うなれば共同作業でもあります。商工会議所と一体になってですね、地元経済盛り上げの一環として取り組んでいくわけでありますが、何か目標となれば、まずは半数程度の方にご登録いただければありがたいなと、さらにそれが広がっていくことを期待をしております。これはあくまでも盛り上げということで、その市の方で例えば巡回してチェックするとかそういうのはまだまだというか今回はされないんですけど、すでに補正予算、あるいは予備費で、盛り込んでいるところでありますけれども、この感染症対策で新たな店舗の改装でありますとか、さまざまな環境づくりにかかった経費の一部をですね、市が補助金を出して支えるということも行っておりますので、これは10億円規模であります。ぜひ多くの飲食店などさまざまな業種がありますけれども、そういったものを活用してですね、間仕切りであるとか換気であるとかそういったことにご活用いただきたいと思っておりますので、まあ、その中でやっぱり市民に広くですね、この店は安全ですよ、安心してどうぞ行かれてくださいと、まあ、そういうムードを盛り上げていきたいのであります。ありがとうございます。幹事社からは以上です。各社様お願いします。すいません、読売新聞の後藤です。果実自体とか他の、まあ、観光団体なんかの例を見ると非常に多くの項目についてきちんとそのそれがなされているかどうかチェックをした上でお墨付きを与えるという制度も全国各地で見られています。で今回この制度を見るとあくまでそのお店の自己申告であって本当にそれがなされているかどうかの裏付けというのが非常に曖昧なように思われるんですけれども、なぜそのこういう制度にしたのか、逆にその誰かがチェックするという担保を作るということをなぜされなかったのか、そこをご説明ください。この事業を考えるにあたりまして、他の自治体において、どのような取り組みが行われているかというの
調査をしたわけでありますが、その中の典型的な事例は広島県の非常に多岐にわたる項目でチェックシートを設けております。これも一つの参考モデルとして検討したわけでありますけれども、まあ、かなり多岐にわたっております。で、項目の上では北九州市のチェックシートは少ないわけでありますが、その中でも特に重要なポイントについて絞っているわけであります。おそらく飲食店の経営者はこうしたことをチェックしながら広島県でたくさんの項目について配慮されているようなこともですね、当然行われていくだろうというふうに考えております。まずはたくさんの項目でチェックをすることも一つの案だと思いますけれども、数は少なくてもですね、主要な項目について、これで、しっかりやろうということは広島県で行っているようないろんな項目についても一定の配慮はされるだろうというふうな期待感があります。僕はこれ特に疑問に思っているのは、その項目の少なさではなくて第三者がチェックする形になっていないことなんですけれども、極端な話、その何もやっていなくてもチェックだけ入れて店舗に貼るということも可能だと思うんですよね、この制度だと。で、なぜそういった形にしているのかという、でしかもこれを見ると北九州市と北九州商工会議所の名前が入っていますので、仮にやっていないとしても消費者から見るとまるでやっているように見えてしまうと。で、非常に危ういなというふうにこれを見たときに感じたんですが、そこはどういうふうに考えていらっしゃるんでしょうか。これを提起しております行政からのさまざまなアプローチはもちろんあるわけでありますが、消費者は賢明であります。やっぱりこれだけ全国的に大きな話題になった案件になりますので、自分と家族の健康を守るためにですね、非常にナーバスなまでに多くのことに気を使っておられると思うんですね。従いまして、それは一つの目安でそのお店に行かれたとしても、やっぱりこの店、一軒だけに行くということはないでしょうから、そしてまた日常のさまざまな会話においても、この店はこういうふうに取り組んでいたよとか、そういうことで、いろんな認識を共有していかれると思います。つまり、その賢明な消費者の行動によってですね、実質担保されるんじゃないかと思います。つまりその北九州市とか消費者の名前が入っているので、そういった誤解を生む可能性がある、あるいは消費者を混乱させる可能性があるということを今回言いたいんですけれども、それはその市民が賢明なのでクリアできるというふうにお考えなんですか。スタートはまず、この方式で、行います。ただどんな制度についても、立ち止まってレビューをするということは必要でありまして、その間に得られた知見やさまざまな市民からのご意見もあると思います。各界のそうしたご意見をもとにレビューをして、より信頼度の高いものに改めるということはあり得るかもしれません。まずは最初に4900もの店舗に対して、今は消費マンドが落ち込んで大変な状況であります。いつ店を閉めようかと悩んでいる方も多いと思います。その中でぜひこうした対策を講じてですね、頑張ってやりましょうよという、まずはそうやってみんなが元気を出してまたお店の活動を再開するということが第一段階ではないかと。その過程でですね、このカードについてもさらにこうした方が良いという意見もきっとあるだろうと思いますので、そういったものを踏まえて、適切にレビューをしながら、より信頼度が高い、つまり市民が本当に安心してそのお店に行けるようにと、そういう環境づくりに、バージョンアップをしていきたいと思います。TNC の柳本と申します。
北九州市では第2波の、影響もあったことで、まあ、飲食店大体こうどのくらいこう売上投資の売上の落ち込み、まあ、裸でどのくらいと感じていらっしゃいますでしょうか。あの家賃の補助あるいは持続化の給付金を国県また仕事上乗せということで、いろんな申請者の方の状況を聞いたりしておりますけれども、大変に厳しい、経営状況に追い込まれているというふうに感じております。またあの国全体の動向としても、まあ、リーマンショック以来の有効求人倍率の低下の流れが見えるとか、まあ、テレビ新聞を見てもですね、国全体の景気の動向に対して悲観的な見方がたくさん出ている中であります、そうしたことによって折れそうになる、気持ちの折れそうになる経営者は少なからず、いらっしゃると思っておりまして、何としてもこの社会経済活動の再開を成功させてですね、支援の手を差し伸べていきたい、その思いでいっぱいになります。具体的な数字については今手元にないわけでありますが、若干のタイムラグがあると思いますけれども、今現在窓口においてご相談を受けている限り大変に厳しい過酷な経営状況に追い込まれていると、このように感じております。NHK の桜沢です。徐々に社会経済活動を引き上げていくというふうに、まあ、月曜日からおっしゃっておりますけれども、まあ、首都圏、東京とかでもまた動き出してから感染者がかなり多くなってきているという現状もあって、まあ、北九州市は今のところ1日1桁というのが感染者としても続いてますけれども、今後またそういった増えてくることに対する何か具体的な対策であったりとか取り組み、何かその呼びかけみたいなものがあったら教えてください。まあ、これまでも専門家の皆様の助言などあるいは議会や市民からのいろんなご提案ご意見も踏まえまして研究を今進めているところであります。ただその過程にありまして例えば大阪あるいは東京都においてカラオでですね広く市民に注意を喚起するという手法が一時取られておりましたが、まあ、それをやめるということもありました。市民に広く呼びかけるということは非常に大事な視点だと思うんでありますが、具体的な手法についてもですね、それをまあやめるというようなところも出てきたということも一つあります。それと市の専門家会議におきましては、この新たな基準を作って市民に広く呼びかけるということについては意見の幅がありました。意見が分かれたわけです。一つはこの国と都道府県を軸にして感染症対策を講じているわけでありますが、県単位でもって、いろんな基準といいますか、さまざまな感染予防の対策を取っているわけでありまして、その中の一部の自治体でもってまた独自の基準を作るということがどれだけの意味を持つだろうか、やはり国都道府県を軸にして、まあ、特措法の適用もそうでありましたけれども、その解除もそうであります。また重要な患者さんの入院ベッドの確保につきましても県単位で大きく広域的に行っております。まあ、そういう中で市独自の基準ということについてどうであろうかという意見がありました。しかし同時にですね、それはそうなんだけれども、身近な地域の住民に対して、分かりやすく、注意を喚起する、呼びかける、あるいは今安全ですよと、街へ出てもらってもいいですよという、まあ、そういうですね、状況をですね、
丁寧にお知らせをするということもあっていいんではないかという意見もありまして、そういった意味では今、私ども一部の自治体の動きはもとより専門家会議で、まあ、両論がある中でですね、何をしているかというと、じゃあ現在日本の今自治体の中で独自の基準をといいますか、市民へ喚起する注意を喚起する基準を設けているところはどんなところがあるか、それはどういう根拠に基づいて、数値目標を出しているかということをずっと研究をしております。もう一時時間がかかりますけれども、お時間を貸していただければと思っております。捉え方としては、まあ、そこでいろいろと揉んだ結果、北九州市ではこの前みたいに他の自治体に比べて多く感染者が出た場合には何かしらの基準を設ける可能性はあるということでよろしいでしょうか。そうですね、やっぱり専門家のご意見でもですね、日本で第2波第3波ということは十分あり得ると、世界中どこの地域でもこの感染症という動きはあり得るんだという、そういう中にありまして、ただ日本の場合は首都圏東京の動向というのが若干のタイムラグを置いて地方にそれが伝播をしていくということが見られるということで、東京の動きにはよく注意をしておく必要がある。でその若干の時間の間に医療提供体制をもう一度総点検をして拡充すべきはしっかりと拡充すると、まあ、そういう視点が あっていいんではないかという、そういう専門家の皆さんの意見もありました。まあ、そういう中で、東京、まあ、私ども、メディアの皆さんも元より国民もみんな注目をしているわけでありますが、まだ自由に主張したりですね、なかなか難しい一面もあるわけです。その中で、ローカルな基準としてどういうものがあるかということは、市民に分かりやすくお伝えをするということはやはり、それぞれの地域においてもやっぱり大事なことではないかと私自身は思っております。ただ国、さっき申し上げましたように国と都道府県を軸にして感染症対策が進められてきたし、まあ、今後もそうであろうと思います。その中で、一部のローカルな基準、人口単位の小さなところで、例えば新規感染者の数を、例えば緑や黄色や赤だという形でですね、注意を喚起する手法自身がどこまで合理性を持つかという意見もあるので、大変難しい、テーマではあると思います。ありがとうございます。今日の時点では明確な答えを用意してまだ提示してください。ありがとうございます。 RKB の小川と言います。月曜日には緊急の会見開かれて第2波については、抑え込むことができたという発言があったかと思いますが、その後も、昨日3人、月曜日1人と4人の感染が市内に確認されています。その点についてはまあ、ゼロにはなっていないというところも踏まえてご所感をお聞かせください。先般の抑え込むことができたと思うという、発言をしたわけでありますが、その時に収束宣言ではないんですかというご質問が出ました。それについてはやはり収束をしたという状況かどうかはですね、これ非常にもう少し状況を見た方がいいと、つまり今後ともですね、散発的に新規の感染者が少数だから出る可能性というのはリスクはやはりあるというふうに、その時判断をしておりましたので、しかし、この第1波第2波を振り返った時にですね、確かに市民の協力によって抑え込むことができたと、そこまでは言えるんではないかということで、今後も新規の散発的な発生はあり得るという、でもそうであったとしても社会経済活動の再開ということで、
感染症予防と経済対策を両立させる、そのバランスが大事だという意味におきまして、本市は新たな第一歩を踏み出すと、まあ、そういう趣旨で申し上げておったわけであります。この直近の状況を見ますと、また交通事故を起こされて、救急搬送されて念のために、検査をしたところ陽性であったというケースがありました。それから市外の方がいたかな、市外の人はいなかった。まあ、いろんなケースがあるわけでありますが、まあ、散発的に、新規の感染者が出ているということは私どもも注意がいたしております。ただ第2波に、当たりまして私どもは、早期、検査、早期徹底検査、それによって封じ込めると、そういう戦略で、鋭意関係者と努力を続けておりますので、十分それは抑え込んでいける、状況だというふうに思っております。そもそもこれを考えた動機というのは、商工会議所と北九州市が今後も感染予防対策と同時に社会経済活動をいかにうまく再開をしていくかということで協議をした中の一つの政策であります。今は大変にマインドが、これは消費者の方もまた店舗の皆さん方も大変落ち込んでいる状況で、これをですね、元気を出して頑張っていこうという時に、まずは我々ができる感染予防対策をお店としてもしっかりやっていただいて、それを市民の皆様方にもご判断いただいて、安心して街へ出れるようにという趣旨でスタートするわけです。今後こうした試み、例えば夏に行く県もですね、どんどんこれからスタートしていきますし、観光の宿泊モニターということもスタートいたします。いろんな取り組みによってですね、どのようにその町に元気が戻ってくるかという状況もあると思いますけれども、また同時に今度は一方で、首都圏の感染状況も大変気になる状況が続いておりますので、この感染予防と経済対策というのバランスがですね、国全体としてどう捉えていくかということも気になるところではあります。まあ、そういう中にあって心配したしたら何もできないし、このままどんどん落ち込んでいきますので、ここはまずこれでスタートして、そうなると一月というのが一つの目処かな。その時点でさらにもっと加えた方が、お客さんにとってもその方がいいんではないかという声もあるかもしれないし、このカードによって店舗自身もですね、一層注意喚起をして、対策を講じてですね、両方にとってメリットが実感できるかもしれない。ぜひそうなってほしいと思うんですけれども、そういう状況をよく見ながらそのまま進むか、また補強するかという議論だと思います。一月ぐらいが一つの目処かなと思います。ありがとうございます。新聞です。先ほどの取り組み推進点への、ちょっと疑問点についてなんですけれども、
まあ、疑問は、まあそのまあ、五大広告を場合によっては市がお墨付きを与えてしまうとか助長してしまうとか、まあ、そういった懸念を指摘するような質問だったと思うんですけれども、まあ、市民の賢明な判断に任せるということであるならば、その不正競争防止法も何もいらない、わけであって、まあ、そこら辺の検討状況を具体的にどういうふうに検討されたのかということを改めてお尋ねしたいということと、まあ、レビューをされたところで、まあ、そういう、実際にはやっていないお店があったとしたとして、まあ、取り外しとかを例えば要求できるのかと、まあ、そういったところを教えてください。どうした検討状況であったかということについては事務方から質問させていただきます。商業サービス産業生産課長の原田と申します。よろしくお願いします。まあ、先ほどからもお話しあったみたいにいろいろ他都市の状況も調べました。でこういう、まあ、お店の自主的な宣言を市が後押しする、まあ、商工会社と連携して後押しするような方法もありますし、認証という制度もございます。ただ私どもとしてはですね、事業者の皆様とまずそういう取り組みが広がっていくことを目的としておりまして、まあ、どちらかというと取り締まりとかいうそういう観点ではなくて、広く皆さんにそういうことをやっていただきたいということでやらせていただいております。で、あとは今自粛警察とかですね、まあ、そういう言葉もあるみたいに、やっぱりいろいろ市民の皆様もすごくナーバスになってございます。まあ、やってないお店があるとかいうことで、もし市の方にご連絡があればですね、まあ、それはそのちゃんと私どもとしても対応させていただきたいと思っていますけれども、まずはそういう、まずきっかけ作りですよね。市民の皆様も5つの行動目標ということでご協力いただきますし、事業者の皆様もできるだけこういった形で、相互がその思いやりの気持ちを持ってですね、行動していただければ楽しく安全に飲食できるのではないかという趣旨で考えております。以上です。あ、すみません、今これは人格の方からの経過の報告なんですが、よくこの場所でも、公表の基準もっと公表すべきだというご意見が、当初から寄せられていたと思います。一方におきまして SNS の時代でありまして、もし何かありましたら SNS でどんどんそれはいいこともネガティブなことも拡散する。ネガティブなことの拡散については今国の方もこのままでよいかという議論もあるのですけれども、やっぱり SNS の時代でありまして、本物でないとですね、それはやっぱり、市民にはかなり広がるのではないかという気がします。それだけにお店の方もですね、本気になって取り組んでいかないとですね、お客さんは戻ってこないということは多くの方が感じていらっしゃるしだと思うし、まさに一生懸命やっていくと思います。その上でですね、やっぱり市民はさまざまな形で、情報を発信されております。その中は直接投書メールの形で市長への手紙の形で市にも届くわけでありまして、まあ、そういった意味で、心配な面は理論的にはもちろんあり得るわけでありますけれども、まずはお店の皆さん方に元気になって安全対策をしっかりやって、お客さんが安心してお店に来れるように一緒になってやりましょうよという、まあ、その呼びかけでございますので、しばらくその状況を守っていただければありがたいと思います。もし、不都合な面だとかいろんな事情があれば、それは、この提案をした市役所としてもきちんと対応したいと思います。この他よろしいでしょうか。では以上で終わります。ありがとうございました。